1963年の南海ホークスでは、1963年の南海ホークスの動向をまとめる。この年の南海ホークスは、鶴岡和人監督の18年目のシーズンである。前年、一度は最下位になりながら、借金を返済し、ようやく2位に滑り込んだチームだったが、この年は前年優勝の東映が開幕からつまずき、逆に南海が開幕から13勝2敗と主を、 北走る最高のスタートダッシュになった。この年は打撃陣が184本塁打と打ちまくり、ピートとハドリの外国人コンビは、それぞれ24、30本塁打を記録。4番の野村克也は、小鶴誠が記録していた51本塁打を13年ぶりに破り、52本塁打まで記録を伸ばした。リーグ MVP や打点王も獲得するなど、 野村の大活躍が目立った一年となった。投手陣では、大黒柱の杉浦忠し、上司短歌、皆川六男などが勝ち星を重ね、若手の三浦清弘、森中勝ち加高橋栄一郎も好調。6人全員が2桁勝利を挙げた。しかし、2位投影に8ゲーム差をつける、独走状態で前半戦を終了するも、後半戦に入るや西鉄が猛追し、 最後は14.5ゲーム差からの大逆転優勝を許して2位に終わった。対戦成績は西鉄には前半互角だったものの、後半の直接対決でほとんど勝てず、5位の大前や最下位の近鉄に大きく勝ち越すのがやっとだった。それでも、開幕ダッシュ失敗の前年と違って1年通して、校長を堅持した自信が、翌年のリーグ優勝日本一へ繋がっていく。 ありがとうございます。